公面ショッピングセンターは、秋田県秋田市江面アザハス沼にある、ショッピングセンター。ホーマックが管理、運営している。秋田県道41号秋田昭和戦争の農地に、当時秋田市に本社を置いていた、石黒ジャスコが、ショッピングセンターを開発。1995年8月に、石黒ジャスコは、石黒ホーマやメイクと合併し、ホーマックが誕生。 開発もホーマックが継承。1995年11月にメガマート公免店とウェルマート公免店を各店舗とする公免ショッピングセンターがオープンした。メガマート公免店は運営しているホーマックがメガマートブランドからホーマックブランドに転換したため、当ショッピングセンター内にあるメガマート公免店はホーマック公免北店に改称。 また、秋田市公免技鍋沼にあるメイク公免店は、ホーマック公免店に改称した。マックスバリュー東北が運営する、もう一つの各テナント、ウェルマート公免店は、2001年に業態転換し、マックスバリュー公免店になった。公免ショッピングセンターの中で一番有名なのが、NNC 秋田市店が運営する宝くじ売り場公免チャンスセンターである。 建設の際、土台のモルタルが生乾きの状態の時に猫が歩いてしまい、土台には猫の足跡が売り場方向に14個残ってしまった。しかし、招き猫がイメージキャラクターであったことなどから、手直しをせずそのまま足跡を残し1995年に開設した。開設時から毎年高額当選者が出たため、幸運を招く猫として、 全国の宝くじ愛好者から注目を集め、高額当選宝くじの発売日には、公明チャンスセンター前には宝くじを買い求める人で、長蛇の列になる。また、発売初日には、地元の報道機関のほとんどが、当チャンスセンターを取材するまでになった。ありがとうございます。